一人雑談、ロクサミのアミューズメントパーク化。こんばんは、達也です。今日は、5月21日火曜日、ただいま午前、10時48分です。はい、もう、3日ほど経ちますけど、先日、5月18日に今年の関西ロクサミットが無事終了しました。はい。この雑談の視聴者さんでも来ていただいた方いると思いますけど、改めてご来場って言い方合ってんのかな？アメリカ村だから、ご来村？まあ、どうでもね、ありがとうございました。ロクサミが初めて行われたのって、2023年の4月だったんですね。で、そこから11年間必ず、日曜日で開催してて、今回実験的に土曜日でやってみたんですね。土曜日で。で、翌日日曜日だったら、遠征のお客さんとか、なんか来やすいかなって思って、まずそういうのが知りたかったんですけど、いろんな意味で今回土曜日で大正解でした。理由はですね、日曜日がずっと雨だったからです。はい。なんか実験でね、集客が土曜日と日曜日で大きく変わるのかなっていうのをちょっと知りたかったんですけど、まあ、たまたま今回土曜日にして完璧な快晴で、もう晴れてて。で、本来やるはずだった日曜日がずっと雨だったから、ほんと運が良かったというか、さすがロクサミ。持ってますよね。なんかこれまで通りの、なんか日曜開催だったら、お客さん絶対大変やったと思うから。良かった。天気も味方につけて、コロナ禍、以降一番の大盛況だったんですね。本当良かったです。で、僕今年もイベント本部でロクサミ T シャツの販売と能登半島地震災害義援金の、募金活動をやってたんですね。で、まだ全然集計ができてないんですけど、たくさんの方にご支援いただきました。で、中にはもう大きなね、お札入れていただいた方も いて、あと僕らになんかこう募金していただいて、で僕らに頑張ってくださいねみたいに声かけていただいたりとか結構あったんですよ。それが本当ありがたかったです。あとね、イベント本部にずっと いるじゃないですか。で、毎年思うんですけど、お客さんがニコニコしてる光景を一日中見てるんですね。本部ってリストバンドとチケットの引き換えで必ず 100% お客さんが一回来るので。で、なんか友達同士だったりとかね。なんかみんなでこう、なんかこう楽しそうにニコニコしてるのを見てると、あのね、クロックハンズでもね、同じような光景よく見るんですけどね。なんかこう人が楽しそうだったり笑ってたりする光景って、なんか見てて気分がいいじゃないですか。気分がいいって変やな。なんか好きなんですよね。あの光景が。で、あの光景を見てたら、なんか自分も頑張れるというか。もっといいフェスにしたいなってめちゃくちゃやっぱり毎年思うんですね。で、あと、
ロキサミにご来場される方って、なんか普段ライブハウスであまり見ることの少ない客層というか、なんか多いんですね。そう、普段ライブハウスで見ないような。で、まず海外の方がめちゃくちゃ多い。もう英語がめちゃくちゃ飛び交ってる。あと、ビジュアル系好きの、なんか付き合ってる男の子と女の子のコンビみたいなの。これも本当多いんです。なんか二人でこう、なんか楽しそうにしてて。あと、ファミリー、家族。お父さんと娘だったりとか、お母さんと娘だったりとか。とにかく、ファミリーで来られる方、これ本当多いんです。で、始めた当初11年前、まだこんな、ここまで客層が幅広くなかったんですね。で、なんか徐々に、こう、広がっていた感じがして、本当になんかこう、嬉しいですよね、やっぱりね。なんかロクサミがアミューズメントパーク化してるような感じがしてて、始めた当初ってこんなこと、もちろん予想も しなかったし、そもそも11年続くとも思ってなかったし、なんか不思議な感じです。はい。あとね、高野祭終わった夜に、クロックハンズにちょっと入ってたんですね。2時間だけなんですけど。そしたら、前日のロクサミ本祭にね、出演してくれてたバンドマンが、僕がいるっていうのを知ってくれてて、わざわざお店に来てくれたんです。で、本部にいる時って、出番終わった出演者がよくね、挨拶来てくれるんですね。で、僕がたまたまいなかったりしたら、なんか LINE とかで、その後に挨拶くれたりとか、っていうのはよくあるんですけど、まさかクロックハンズにね、たまたま僕その時ちょっとシフトを入れてたんです。で、それ見てくれてて、来て、挨拶来てくれて、最初めっちゃびっくりしたんですけど、もうすっごく嬉しくて。はい。なんかほんとすごい3日間でした。まあそんな感じで、小屋祭終わった翌日、昨日ですね、もう意識朦朧としてて、もうほとんどパソコンも開かず。で、夕方ぐらいにね、昼寝、夕寝もうするぐらい、もうそれぐらいダウンしてました。で、今日から、まあ、ぼちぼち仕事を始めてる感じです。なんか仕事がもうずっと立て込んでたから、一段落したら、なんかやりたかったこととかいろいろあるんですけどね。来月6月が多分予想やけど、多分2024年の中で一番仕事が詰まってるというか、あんまり、だから、あんまりやりたかったことできないかな。まあ、いつもそんなもんなんですけどね。もう忙しいときは自分の時間からも切り崩していくっていう感じですから。はい。そんな感じで今年のロキサミでした。ここから宣伝です。クロカンズが6月で無事2周年を迎えます。6月8日にクロカンズで僕とシャルさんの2周年のツーマンライブを行います。あと、これ一番大事。8月25日日曜日に大阪ミューズでジールプレゼンツ、ブラストロックフェスティバルのボリューム3をやります。2はオールナイトなやつですね。で、大阪ミューズのホールのね、後方部分に特設ステージを組んで、もうこの会場で言ったらもう前代未聞なんですけどね。そうステージを組んで、バンドとアコースティックの2ステージで開催です。はい。さっきのお店の2周年と含めて概要欄に詳細記載してますので、ぜひチェックお願いします。今夜は以上でした。達也でした。おやすみなさい。